はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチョは大歓迎来るものを拒まずお届けいたします。パーカッションのワークショップ、高見がお送りします。よろしくお願いします。はい。えー、まずね、基礎力チェックっていうのをやっていきたいんだけどこの3つです。はい。タイム、サウンド、ダイナミクスという感じです。えー、これがね、えー、私が思います、個人で高められる演奏能力、およびまあ演奏に必要な要な要素の3本柱。タイム、まずタイミングっていうことね。 自分が意図したタイミングで音が出せるか鳴らせるか発音できるかっていうただそれだけですはい意図したタイミングであああってこうずれちゃったらそれ音楽になりませんから当然意図したタイミングで鳴らせるっていうことはもう必要最低限ですよねはいこれがタイムっていうことあとはその繰り返していく中で一定の周期ですねある程度その繰り返し を生むことでリズムパターンとかね音楽のノリみたいなものを作っていくわけなんだけれどもまあそういったものもちょっと含めましょうかというところですまずはこの一発一発のタイミングが適切なえ意図したタイミングで叩けるか鳴らせるかっていうこととそれをまあ繰り返すえ周期一定のテンポがある程度保てるかっていうのがタイムですじゃあ次サウンド音ですねえ音色意図した意識した え音色が叩けるかまあ花本だったらまあ大きくはですね高い音中ぐらいの真ん中の音低い音あとそれ以外よね小さい音みたいな高い真ん中低いみたいなこの切り替えができるかっていうことですねドーンって音鳴らしたいえこういう音出したいって思ってんのにトン みたいなねあれみたいな感じだったりカーってこう <laughs> 気持ちいい音出したいって思ってたのにちょろみたいなねペスみたいなこれあの全然楽しくないですよねはいこれ思い通りに出せた方が当然楽しいといったところですはいで最後ダイナミクスっていうのは、まあ、簡単に言うと音量ね音量小さい音から大きい音まで 音量のコントロールが意図的にできるかどうかっていうのとあとはそのメリハリですね音が大きいところまあ目立たせるところとあんまり目立たせないところみたいな感じでこのこの強弱プラスこの主張するアクセントをつけるところとつけないところっていうねその差が 表現できるかどうかっていうのがダイナミクス。はい。えー、3本柱、タイム、サウンド、ダイナミクスでございます。はい。で、ちょっとまず自己評価してみてください。自己採点。バロメーターだと思っていただいて、自分のステータスがそれぞれいくつなのかっていうのを自己評価してみてください。はい。で、1から5でいきましょう。数字を3つコメントしてください。はい。<laughs> 例えば、タイム感。あ、タイム感ちょっと、えー、苦手だなと。 え、いう方ね。え、例えば、レベル2にしましょう。はい。で、サウンド。音色の叩き分けは結構できるよと。レベル4。はい。ダイナミクス。ああ、まあまあかな。3。はい。そしたら、2、4、3っていうふうにコメントください。はい。あのー、これね、自己評価できることも、すごい、重要だと思うんですよ。でね、自分に甘い人と、自分に厳しい人いると思うんですよ。ただ、自己評価厳しい人の方が上達できます。はい。これはね、 <laughs> まあ絶対とは言えないんだけどまあ僕もそうだしいろんな方を見てて他のミュージシャンの方とかまあ生徒さんですねレッスンした方とか見てると自己評価が厳しい方の方が伸びしろがあるっていうか <laughs> やっぱり自分ここ足りないなっていうのがあの理解できるから上達するんだけどまあそれがね幸福かどうかっていうのはちょっと分かんないね <laughs>。自己評価が厳しすぎると 自分のダメなところ探しみたいになっちゃって自己否定感が強くなっちゃうから割と不幸になる人が多いかもしれない <laughs> だからある程度ね寛容な気持ちでというかオープンマインドで点数をつけていただくのもいいかなと思いますね何のためにやってるかって言ったらやっぱりその楽しいからやってるっていうかまあねこれ履き違えるっていうか踏み外すと本当にただの修行みたいになっちゃいます で、修行が楽しいっていう人も中にはいると思うんですけれどもこれ結構ね性格にもよるし遺伝子にもよるらしいですね。なんていうかこういう、まあ、要はこのバロメーターが自分のステータスレベルだと思ってレベル上げをすることが楽しめるかどうかゲームでいうですねあの大筋のメインストーリーじゃなくてあのその辺のね敵をこう倒して経験値を積んでレベル上げする行為が楽しいと思えるかどうかっていうのが 割とと大きくく関わってくる楽器でいうと練習が好きかどうかっていうことなんですけども、はい、よりこういうことを突き詰めていくと高い次元っていうかもっと深い深度で音楽を楽しめるのではないかなと私は考えておりますのでちょっとやっていきたいと思いますじゃあこれをレベル上げしていこうとちょっと効果的な練習方法を考えていこうというところですはいドドンじゃあ効果的な練習とは何かっていうともうシンプルね今の自己採点していただいた タイムサウンドダイナミクスの要素があって、まあ、それらのレベルアップ方法自分で考えてやればいいっていうただそれだけですはいめっちゃわかりやすいねはいポイントは自分で考えるということです要は自分がその自分のトレーナーになるっていう感じで君さちょっとタイムが弱いよねとだからそのタイムをレベルアップさせるための練習こういうのがいいんじゃないかっていうのを自分で 自分に提案ししてててそれを落とし込むやっっいいくっていうだけです、はい、でそれができたらもうねもう永久に楽しめる永久に楽器が楽しめますはいでこの3つの要素がえあって1個ずつをそれぞれね集中してやってももちろん OK タイムに集中した練習、えー、タイムをレベル上げするための練習こういうのを思いついたあやってみよう えやっっってみたたたらあ効果ががあったあこの練習は意味があったんだよしじゃあ続けようっていう風にレベルアップしていくわけねはいでこれ一個一個やってもいいしこの2つないしは3つを同時にレベル上げしたらレベル上がったらいいですよねそれがいわゆる効率のいい練習方法っていうやつです、まあ、よくねあの、まあ、YouTube 動画でも今ならいろいろあると思いますしいろんな、まあ、プロの方がねこの練習いいよみたいにね いうのってあると思うんですけどもそういうのってない大体効率のいい練習方法だったりします大体この3つの要素が、えー、バランスよく上がるだったりねいった感じですはいで逆言うとこの3つの要素のどれをレベル上げしてんのか分かんない練習っていうのあると思うんですよはいこの練習何のためにやってんのみたいな特にうんそうね経験値が浅い段階で言うと 結構いろんな人がいろんなこと言うから情報過多になってしまいがちだと思うんですけれどもこの練習って何のためにやるのかっていうのをえ分かんない先生がいるならそういうことを教えてくれる先生はいい先生だね今やってる自分の練習はこれのどれを鍛えてるのかまあ一つずつ鍛えてるのか二つを鍛えてるのか三つを鍛えてるのかはいこれが分かんない練習をやってもまあ意味がないとは言わないんだけども効果は薄いと思いますねはい 同じ時間をかけるのであればこれが明確に今このこれを鍛えるためこれをレベル上げするためのこれをやってるんだっていうのが分かってやってみてあ効果があったあるいはなかったっていうのが分かって初めてその練習の意味があったって言えると思うんですよ。でそういうのが思いつかないわとあるいは自分がちょっと却下しできないわという方はやっぱりねあの先生とかトレーナー,、えーレッスンとかワークショップで見てもらうのが手っ取り早いです。はい まあこれね、ポジショントークもあるんですけど、やっぱりその最初の段階とか特にね、あどういう練習がいいのかわかんないと。そもそも自分の状態が客観視できないさっきの、えー、三角形のね、はい。場合はレッスンとかでこう見てもらうと、あ、なるほど。これが自分に足りないのかっていうのが分かったりすると。で、その、それを踏まえて最終的には自分で考えられるようになってほしいと私は思います。はい。なので、この、 チャンネルを見てる、普段から見てる方だったり、ワークショップに参加してくださるの大変嬉しいんだけれども、ゆくゆくはみんな自立してほしいっていうか、みんなそれぞれが自分の何、何自分トレーナーになってほしいっていうか <laughs>、はい。そうすればね、あの、勝手に自己成長できる。無限レベル上げができますから、はい。なので、えー、まあ練習時間あるなと、ちょっと練習しようかなっていう時に、どれを鍛える練習をするのかっていうのを考える。まあ、あるいは まあ自己判断、自己評価できるのであれば、自分が足りないのはどこだろう。あれ得意なことこ別に伸ばしてもいいよね。それはちょっと自分の育て方は自分で決めてください。得意なことを伸ばすのか、苦手なこともね、向き合っていくのかっていうのは、はい。